次に山本太郎君の質疑を行います。山本太郎君。令和新選組代表山本太郎です。総理にお聞きいたします。外国人、外国企業、外国政府などから寄付、献金など資金援助を総理ご自身受けたことありますか。岸田内閣総理大臣。献金を受けた記憶は全くありません。山本太郎君。総務省、今私が言ったような寄付など資金援助というのは合法ですか。理由を教えてください。総務省、森健治自治行政局選挙部長。お答えを申し上げます。外国人等からの政治活動に関する寄付関係でございますが、政治資金規正法第22条の5第1項においては、何人も外国人、外国法人またはその下る構成員が外国人もしくは外国法人である一定の団体、その他の組織から政治活動に関する寄付を受けてはならないとされております。これは我が国の政治選挙が外国人や外国の組織、外国の政府など外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止しようという趣旨で設けられたもの、こういうことだと承知しております。山本太郎君。総理、政治家の意思決定、それが特定の外国勢力から影響があってはならないと、そう思われます。岸田内閣総理大臣。はい、我が国政治のにおける我が国、この意思決定、これは当然のことながら、外国の一定の勢力から影響を受けることがあってはならない。自らの運命は自らが決めなければならない。当然のことであると思います。山本太郎君。はい、総理ご自身はそのような献金は受けたことがないと。では、党としてどうですか。自民党としてどうでしょうか。ご存知ですか。どうだったか。党として、答弁できる方は、ありえない。はい、じゃあ、岸田内閣総理大臣。まあ、今手元に何もありませんが、そういった献金は党としても受けることはないと考えます。山本太郎君、ありがとうございます。資料の7、1994年10月ニューヨークタイムズ記事。1958年まで CIA の極東工作を担当アルフレッド・ウーマン氏、自民党に対して我々は資金援助をした。 CIA は自民党の最初期から同党を支援、内部から情報提供者をリクルートするために資金を使った。ケネディ政権で国務省情報局長ロジャー・ヒューマン氏、1960年代初頭までには自民党とその政治家への資金援助は確立されルーティン化しており、極めて秘密裏にではあったが、米国の対日外交政策の基本的要素の一つとなっていたと証言。自民党火消しに走るんですね。資料の8、94年11月、産経新聞。当時の自民党総裁アメリカ大使と極秘会談、資金援助について大使館に紹介があった場合はインテリジェンスに関するものでありコメントできないという線で回答してほしいと、アメリカ側のメディア対応に注文をつける。自民党の森幹事長がすでに資金援助の事実関係を否定するコメントを発表していたので、アメリカ側にもこの点を踏まえて対応してくださいとお願いしたと。ごまかしても無理だよ、公文書残ってるもんってことなんですね。資料の QA、QB。 1958年7月、アメリカ大使館一等書記官と佐藤栄作財務大臣の会談。もし合衆国がこの要請に同意すれば、この件は極秘扱いとされ、合衆国には何の迷惑もかけないよう処理されるとのことであった。佐藤氏はこの資金工作の窓口として川島正二郎幹事長の名前を挙げた。外国勢力に金を無心、金を整理続けてきたのが歴代自民党。ニューヨークタイムズの騒ぎから10年経った後、資料の QC、QD。 2006年7月、アメリカ国務省歴史部の資料。58年5月、衆院選挙前に CIA が秘密資金援助や選挙アドバイスを与えることを許可、支援を受けた候補者にはアメリカの企業家が援助を受けていると伝えられた。この支援計画、その後の60年代の選挙運動中も続けられたと。資料の10、統一教会とズブズブ、それが自民党ですけれども、その立役者、アメリカから絶大な信頼、岸信介。資料の 11A、11B、 1957年10月、アメリカ大使から国務省への電報、最も重要なアンダーライン部分をお読みします。来年初頭にも選挙が行われる可能性、岸を支援し、岸が今後の成果を上げられるようにすることはまさに合衆国の利益にかなうこと。我々は過去2回の選挙でアデナウアー氏に対して行ったよう、岸を強めるためにできることを検討すべき。2つの赤字、特に重要です。まずは下、アデナウアーに対して行ったことって、アデナウアーとは旧西ドイツ、初代の連邦首相、すでに米英公文書から判明していることですが、50年代 CIA はアデナウアー率いる政党に大量の資金援助を行い、他にも彼の団体の宣伝活動費として CIA が400万ドルを間接的に融通。アデナウアー自身、 CIA などのスパイ組織を利用し、ライバル政党の情報を入手、アメリカとの関係はウィンウィン。アデナウアーにあったように騎士を強化すべし、つまりは騎士という中堅を見つけたよという話。そしてもう一つ、騎士への支援がアメリカの利益にかなうと。アメリカの利益って何ですか。資料の12、過去の公文書を見ると、世界戦争では日本の軍事力がアメリカの勝利に必要だそうです。アメリカは自国の覇権、帝国の拡大のためには手段選ばない。資料の13、特に石油取引、ドル以外で行おうとした国は虎の尾を踏む。例えばユーロで石油取引を開始したイラクのフセイン大統領、大量破壊兵器があると断定されて世界の反対を無視したアメリカが攻撃。イラクは破壊されまくった挙句、大量破壊兵器見つからずトマホークと曲がりました。その通り、そこから生まれたのは復讐を誓う IS という集団。アフリカ統一通貨で石油取引を提案したリビア、カダフィ大佐、弾圧される市民を保護する人道的介入と大義名分にアメリカが軍事攻撃を開始。カダフィをその後裁判なしで殺害。リビアは東西勢力に分裂、内戦に突入。資料の14、アメリカ国務省の元外交官ジャーナリストウィリアム・ブルム氏、第二次大戦以降アメリカは50カ国以上の外国政府の転覆、50人以上の国家指導者の暗殺を試み、30カ国以上で人々の頭上に爆弾を投下したという。総理、日本は今でもアメリカの植民地だと思われますか。いかがでしょう。岸田内閣総理大臣。日本は間違いなく独立国であります。山本太郎君。そうですよね。じゃあアメリカが間違った方向に行った際にはこれ行動を別にすることできますよね。いや、そうできます。いかがでしょう。岸田内閣総理大臣。当然のことながら、日本は日本の国益を考え、憲法や国内法、国際法、こうしたこのルール、法の支配に基づいて、外交安全保障について考えていく、これが当然の方策であると考えます。山本太郎君。じゃあ国益だと判断したら間違った戦争でもアメリカと一緒にやるというふうにも捉えられますけどね。イラク戦争はどうだと思います。じゃあイラク戦争は間違いでしたか、正しい戦争でしたか、教えてください。内閣総理大臣。我が国としてイラク戦争の評価をする立場にはないと考えています。我が国として自らの国益を守る、もちろん大事でありますが、それと合わせて先ほど申し上げました法の支配、憲法や国際法や国内法、こうしたものをしっかりと守る中で国民の命や暮らしを守っていく、これが日本政府の基本的な考え方であります。山本太郎君。何言ってんですか。イギリスはじめイラク戦争間違いだったこと反省しますよ。日本だけですよ。何言ってんですか。全然反省できないじゃないですか。防衛省、有事には米軍の指揮下に自衛隊が入るんですか。そしてそういった話し合いはこれまでされてきましたか。防衛省、増田防衛政策局長。
答え申し上げます。自衛隊によるすべての活動は米軍との共同対処を含め、我が国の主体的な判断のもと、日本国憲法国内法令等に従って行われるものでありまして、自衛隊及び米軍は各々独立した指揮系統に従って行動いたします。従って、有事におきましても自衛隊が米軍の指揮に入ることはございません。2015年に策定いたしました日米ガイドラインにおきましても、自衛隊及び米軍の活動について、各々の指揮系統を通じて行動すること、また各々の憲法及びその時々において適用のある国内法令並びに国家安全保障政策の基本的な方針に従って行われることが明記されているところでございます。山本太郎君。表向きはね、資料の15、外務省編纂、日本外交文書とは。外務省清水文雄大臣官房長。お答え申し上げます。日本外交文書とは、明治維新以降の我が国外交の経緯を明らかにし、合わせて外交交渉の先例ともなりうる基本的資料を外務省において編纂したもので、昭和11年以降交換してきており、現在までの通算刊行冊数は226冊となっております。山本太郎君。外務省資料の16読んでください。資料の16、外務大臣宮本慎吾外務省大臣官房参事官。お答え申し上げます。ご指摘の文書の正式な和訳は存在いたしませんけれども、ご指摘の箇所の、和文仮訳をお示しするとすれば次の通りとなります。日本区域において敵対行為または敵対行為の急迫した脅威が生じたと合衆国政府が判断した場合には、警察予備隊及びその他すべての日本国の武装した組織は合衆国政府が日本国政府と協議した後に指定する最高司令官の統一の指揮のもとに置かれるものとするでございます。山本太郎君。はい、すべての日本の組織を米軍任命の最高司令官の指揮下のもとに、指揮権のもとに置くという規定、これ世論が黙ってませんね。外務省資料17、17B アンダーライン部分読んでください。外務省宮本慎吾大臣官房参事官。お答え申し上げます。ご指摘の文書にはシーボルト駐日米国大使と井口外務次官のやり取りとして以下のように記録されております。井口次官から内容に依存あるのではない丸、あの規定が公表されると民心に動揺をきたす恐れがあるから原則的の規定にしておきたいだけの話であると答えた。続けてシーボルト大使は、行政取り決めは米側でも全部公表する意思はない丸、必要な部分だけ公表する丸、問題の章はもちろん公表すべき部分ではないと説明したとございます。山本太郎君。はい、米軍の指揮下に置く規定を表向きは削除する、その裏では米軍の指揮下に置くってことにした、その出来上がりが資料の18、外務省お願いします。読んでください。外務省宮本慎吾大臣官房参事官。お答え申し上げます。日米行政協定第24条の規定でございますが、次の通りでございます。日本区域において敵対行為または敵対行為の急迫した脅威が生じた場合には、日本国政府及び合衆国政府は日本区域の防衛のために必要な共同措置を取り、かつ安全保障条約第1条の目的を遂行するため直ちに協議しなければならないとございます。山本太郎君。はい、こうなってるけど大丈夫、密約は生きております。資料 19A19B 1954年2月8日、アリソン大使と吉田茂首相の会談報告。有事の際に日本における軍事力を使用し、最高司令官は米国の大将ジェネラルとなることについて日本政府の意図を再確認した。吉田氏は、現時点ではこのことは機密扱いとするが、この点について確約することに躊躇はないと説明。この会談後半年も経たず自衛隊創設、協議するという建前だけで、自衛隊を米国の支配下に置く仕組み、岸信介が新安保へと引き継ぎます。外務省最後です。資料の24でください。山本慎吾外務省大臣官房参事官。お答え申し上げます。ご指摘の新安保条約、すなわち日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の第4条には次の通りございます。締約国はこの条約の実施に関して随時協議し、また日本国の安全または極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときは、いつでもいずれか一方の締約国の要請により協議する。以上でございます。山本太郎君。協議する、その内容には統一指揮権の運用も含まれ、地位協定では1960年設立、日米合同委員会で行う。外務省日米合同委員会って何ですか。外務省宮本慎吾大臣官房参事官。答え申し上げます。日米合同委員会は、日米地位協定の実施に関して日米相互間の協議を必要とするすべての事項に関して協議を行うための両政府間の機関として、日米地位協定第25条に基づいて設置されたものでございます。米側は在日米軍副司令官が代表を務め、外務省北米局の局長が日本側の代表を務めております。開催頻度に関しましては、日米双方の都合や議題の内容等を踏まえてその都度調整を行っておりますので、一概には申し上げられませんが、おおむね月に1回または2回程度会合を行っております。山本太郎君。日米合同委員会の議事録公開されてますか。21年度22年度で公開された議事録を教えてください。外務省宮本慎吾大臣官房参事官。お答え申し上げます。日米合同委員会の議事録は、公務所管理法の適用を受け、法令に従い適切に保存されております。情報解析があった場合には法令に従い適切に対応することとなります。その上で日米合同委員会の合意事項や議事録は、日米双方の同意がなければ公表されないこととなっております。これは日米間の忌憚なき意見交換や協議を確保するためでございまして、日米双方の同意がないまま公表すると情報公開法が規定する他国との信頼関係が損なわれる恐れ、または他国との交渉上の不利益を被る恐れがある場合があるためでございます。山本太郎君。はい、21年の22年度公開されたかされてないかと答えてくれましたっけ。ごめん、聞きましたかも。再度ご答弁ください。山本参事官。申し訳ございません。答弁もございました。日米合同委員会の議事録は、日米双方の同意がなければ公表されないことに先ほど申し上げておりますが、ご指摘の期間中に公表されたものはございません。繰り返しになりますが、これは日米間の忌憚な意見交換などを確保するためでございます。山本太郎君。はい、ブラックボックスなんですよ。合同委員会で創始国様を望みの日米軍事一体化も可能となる枠作りを進めてきたのが日本政府。2015年には第3次ガイドラインで米軍の指揮のもと、その地理的範囲はアジア太平洋地域を超えた地域にまで拡大できるようになっちゃった。資料21の A、昨年の日経新聞。防衛省、この記事におけるトマホーク運用上の間違いってあるんですか。防衛省増田防衛お答え申し上げます。個々の報道の内容に関しまして政府としてコメントすることは差し控えます。その上で、昨年末に策定いたしました国家防衛戦略におきましては、反撃能力に関しまして弾道ミサイル等の対処と同様に日米が協力して対処していくこととするほか、情報を含め日米共同でその能力をより効果的に発揮する協力体制を構築することとしております。それ以上の詳細につきましては、ことが正確上お答えさせて控えたいと思います。山本太郎君。はい、反撃の判断するかしないか、この情報は米国頼みですよね。総理、これね、米国情報で敵の攻撃が着手されたぞって伝えられてきて、ミサイル発射した方が違うかって言われた時に、日本側はそれ断ることできるんですか。発射しないという判断は日本側がこれ逃げれるんですか。いかがでしょう。岸田内閣総理大臣。当然のことながら、日本が事態認定を判定する手続きになっています。日本が判断をいたします。
山本太郎君、情報持ってんの向こうやのにこっちに判断しきれますかね。アメリカからの情報が正しくない場合は日本が戦争犯罪国にもなり得る話ですよ。これイラク戦争、アメリカの偽情報から始まったんですよ。無人機攻撃、様々な戦争で結婚式、病院、住宅地、様々な誤爆をやらかしてるのが米軍ですよ。誤った情報で日本がミサイル発射誤爆、または日本の先制攻撃とみなされて戦争始まる。これ十分にあり得るシナリオだと思うんです。防衛省、本予算含め5年計画で予定されている反撃能力ってどんな性能を持つものを調達したり国の中で作ろうとしてるんですか。はい、じゃあ増田さん。増田防衛政策局長、お答え申し上げます。スタンドオフ防衛能力は島しょ部を含む我が国に侵攻してくる艦艇や上陸部隊等に対しまして相手方の対空ミサイルとの脅威点の外から対処していくために整備していくものでございます。反撃能力につきましてはモプラクのために独自の装備品の整備方針があるのではなく、スタンドオフ防衛能力と活用することとしております。自衛隊が保有する誘導弾の射程は従来国際差し控えているところでございますけれども、交換情報上のスタンドオフミサイルの射程を示すればトマホークは約1600キロ、 JSM は約500キロ、ジャズムは約900キロとされていると承知しております。山本太郎君、射程距離大幅に伸ばしてで調達する海外からで自分たちでも作ると、これ日本へのリスクになっていくことになってるんですね。外務省、国連憲章って何ですか。外務省、今福隆夫大臣官房参事官。お答え申し上げます。国連憲章は国連の基本文書でございます。国連を設立し加盟国の権利や義務を規定するとともに国連の主要規範や手続きを定めたものです。日本は、1956年の12月18日に加盟国となっております。山本太郎君、総理、国連憲章って軽く扱っちゃいけないものですよね。どう考えますか。岸田内閣総理大臣、我が国は国連加盟国であり国連憲章を尊重しなければいけない、当然だと思います。平和安全法制の議論をはじめ安全保障に関するさまざまな議論においても国連憲章のありよう、特に51条の個別的自衛権、集団的自衛権、それから第7章の集団安全保障のさまざまな項目、再三引用され議論を行った、こうした経緯もあります。国連憲章はこれからも重視してまいります。山本太郎君、外務省、旧敵国条項とは。今福外務省大臣官房参事官、お答え申し上げます。国連憲章の第53条、第77条および第107条に敵国エネミーステイ、または敵エネミーという文言が使用されております。これらの規定がいわゆる旧敵国条項とされております。山本太郎君、はい、その条項を削除するには何がいる、教えてください。今福大臣官房参事官、外相、お答え申し上げます。いわゆる旧敵国条項の削除を実現するには国連憲章の改正が必要でございます。改正には国連総会における加盟国の3分の2の賛成と、あと国連安保理のすべての常任理事国を含む国連加盟国の3分の2による、批准、という要件が設けられております。山本太郎君、つまり常任理事国が反対した場合削除は不可能、それでいいですね。今福大臣官房参事官、お答え申し上げます。国連憲章の改正のためについては先ほど申し上げた通りでございます。で常任理事国が、改正案を批准しなければ、国連憲章の改正はできないということになります。なお、1995年の国連総会では、いわゆるこの旧敵国条項がすでに四分化しているとの認識を示す決議、これが、全ての安保理常任理事国を含む圧倒的多数の賛成によって採択されております。現時点におきましては、いかなる国も旧敵国条項を援用する余地はもはやないと考えております。山本太郎君、でもそこから先手続き進んでないもんね。2012年中国、資料の23、2019年ロシア、2つの常任理事国が今もこれ生きてるぞってことを牽制し続けてるんですね。日本が不穏な動きをした際には、安保理の許可なく攻撃が認められる旧敵国条項。未だ削除も四分化もされてないんですよ。今やろうとする軍備増強、合法的に日本を武力攻撃してくださいと自爆する行為ですよ。資料の24、中国との緊張がさらに高まった場合、経済的損失を教えてください。独立行政法人経済産業研究所浦田理事長。経済産業研究所よりお答え申し上げます。早稲田大学教授で弊社のファカルティフェローの都道康幸氏が、兵庫県立大学教授の井上博康氏との共著論文として2022年に発表した論文では、日本への素材部品の輸入および日本からの製品の輸出が外生的なショックによって縮小した場合、日本経済にどのような影響があるのかを一定の過程の下でシミュレーションによって分析しています。その結果によれば、部品輸入の途絶はサプライチェーンを通じて下流の企業にも連鎖的に影響を与えるため、輸出の途絶と比べてより大きな生産減少をもたらすということが見出されました。輸入の途絶の影響はその規模が大きくなればなるほど、またその期間が長期になればなるほど、急激に大きくなることことも分かりました。ご質問の点ですが、中国からの部品などの輸入の8割が2ヶ月間、金額にして約1兆4000億円が途絶した場合には、企業の生産総額で見ると約53兆円減少するとの推計になっております。これを日本の付加価値生産額で見ますと、12.8兆円、2ヶ月間の付加価値生産額の約 15% となります。なお本研究からは、ある地域からの輸入の途絶による影響は輸入額よりも国内のサプライチェーンがその地域とどのように結びついているかに密接に関連していることが分かりました。このため輸入途絶の影響を考える際には、その地域からの輸入額ではなく、その地域と日本企業とのサプライチェーンのつながりに注意する必要があると考えられます。また供給元の代替が輸入途絶の負の効果を緩和することが分かりました。このため柔軟なサプライチェーンを形成することで、輸出入の混乱に備えることが必要であると考えられます。以上です。山本太郎君、ありがとうございます。戦争にならずとも緊張が高まってたった2ヶ月、8割中国から 1.4 兆円の部材が入ってこないだけで、これ53兆円マイナス、日本積みますよ。これ経済的打撃で人が死にます。これね、シミュレーションしてます。この影響でどうなるか、今やることによって緊張が高まって国としてシミュレーションしてますか。経済的打撃、戦争になった場合の経済的打撃してないと思うんですけど、聞きます。総理、内閣総理大臣、今回 の安保3文書の内容においても明記している通り、我が国として外交を通じて我が国に好ましい国際環境を作っていく、これが基本であると思います。外交を通じて、東アジア、インド太平洋地域における平和や安定に努力をしていく、これが基本であります。そうしたこの努力にもかかわらず、この関係が破綻した場合、関係がこのおかしな方向にいた場合の過程の話について申し上げる材料は持っておりません。山本太郎君、総理、シミュレーションしてください。西村経済産業大臣、さまざまな事態も想定しながらですね、私どもサプライチェーンの強靭化の予算も確保しながら、また同志国、それこそアメリカ、ヨーロッパ含めてですね、同志国とさまざまな部材も共有することを含めて、そして取り組みを強化しているところでございます。いずれにしても今回の今の計算はですね、一定の過程の下程の下での、シミュレーションの問題ありますので、私もいろんな事態も想定しながらサプライチェーンの強靭化取り組んでございます。山本太郎君、だったら改めて試算しなければなりませんね。総理、やっていただけますよね。岸田内閣総理大臣、
仮定に基づいての議論を公の場で申し上げることは控えます。我が国としましては、この地域の平和と安定のために外交安全保障、最大限の努力を行う、これが基本であると申し上げております。山本太郎君、シミュレーションするとも言わない。軍備増強って誰が得するんですか。軍産複合体とアメリカがオフィシャルで金儲けするだけでしょう。今回の外国金融予算大きな間違いですよ。先進国で唯一30年経済を衰退させてきた30年賃金下がりっぱなし、格差広げて社会地盤沈下、コロナが来ても物価高でも生活者も事業者も酪農家も守らない。一体何やってんですか皆さん。今必要なのはアジア重視の外交と国内への徹底した積極財政ですよ。まとめますね。終わるので。資本家の犬、アメリカの犬、統一教会の犬でもある自民党政権は退陣以外ない。骨のない野党の経済政策に超絶積極財政をビルトインさせて政権交代、日本経済を復活させるのは私たちです。終わります。以上で山本太郎君の質疑は終了いたしました。